今日はですね、新型ボクシーでドライブに行こうと思います。いいですね。どこに行きますか？恐竜公園。今日は桜島に行きますよ。せーの、桜島一周、レッツゴー。今から桜島フェリーに乗ります。もう桜島、今日は曇ってますね。曇ってますね。桜島のフェリーが見えました。はい、あれは桜エンジェルっていうフェリーですね。ここで問題です。桜島フェリーはどちらが前後ろでしょう？正解は、常に桜島側が前方の選手、鹿児島市街地側が後方の戦利なんだそうです。前後どちらにも進むことができる特徴的な構造ですが、前後ろがあるんですね。うん、エンジェルちゃんです。桜島フェリーは15分おきだっけ、10分おきだっけ、10分運行してるので楽ちんです。はい。あれ、今日は全然空いてるね。うん、ガラスキーです。うん、ガラスキーですね。上じゃないな、下だった。下ができる。本当だ。入ります。絵がある。絵がある。本当だ。え、あ、本当だ。あ、こんにちは。すいません、もうこれだけで終わりかな。上に乗りました。怖い。うん、怖い。で、こまた危ない危ない。落ちない落ちない。落ちる落ちる。はい、行くよ。パパ、うん、怖い。じゃあ先行っちゃった。階段ある。行ってみる。行ってみる。すごいね。こんなのがあったんだ。おー、すごい。はい、はい、肉の桜島はちょっと曇ってますね。晴れてくれると綺麗だけどね。はい、桜島に着きましたよ。今からフェリーを降ります。一本中だな。はい、桜島着きましたね。はい、ファミマ見てください。はい、桜島カラーのファミリーマートです。はい、そうなんです。わかりますか？茶色ですよね。そうだよ、ファミリーマート桜島カラーです。そう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 、青と緑、青と緑。この道の駅は、うん、桜島コミカンソフトクリームがありますよ。あ、そうなんだ。うん、美味しいですよ。はい、ママはこの道を通って大島市内に通ってたそうです。はい、そうですね、軽トラで通ってました。はい、思い出の道です。はい、専門学生時代に軽トラに乗る女も珍しいですね。はい、軽トラで、その頃会いたかったです。はい、ちょっと見てください。はい、はい、このボクシー買ってパパが一番気に入ってるのレーダークルーズコントロールというやつですね。レーダークルーズコントロール、はい、今55キロに設定しまして、緑で、はい、55キロで勝手に走ってくれております。おー、アクセルもブレーキも離しておりますっていう機能はあるんだけど、はい、昔からあったみたいなんだけど、このねレーンも勝手にハンドルが動いてくれる。はみ出すとね。はみ出すとすごいですよ。で、前が止まると勝手に止まってくれます。これはね、めっちゃ便利。そうなんだ。もうパパこれでばっかり運転してるから、ほぼアクセルブレーキ踏んでません。すごい、これ怖いけどね、ちょっとね、ちょっと怖いけど、本当に止まるのかなっていう、うん、そう、ちょっと怖いけど油断はできないけど、うん、できませんかね。はい、楽ちんですよ。もう見てください、ほら勝手にハンドルも切ってくれてます。おー、本当だ、すごい。だけど手を離すと怒られます。でも楽ですよ。楽ですね。はい、アクセル操作、ブレーキ操作はほぼ減って、ハンドル操作はほぼ減りました。早く長距離ドライブがしたいですね。おー、長距離ドライブいいですね。うちの方はありがたいことに酔わないから、車に長距離行けるもんね。行けるね。まだまだ続くよ。これは便利ですね。
もうハンドルも手を添えてるだけです、ほぼ。勝手に切ってくれて、で設定した速度でずっと安定して走ってくれます。便利です。今日は桜島はですね、ちょっと雲がかかってます。雲の帽子をかぶっておりますね、桜島は。はい、ここまでパパアクセルブレーキ1回も踏んでおりません。本当？私は遊んでおります。へえ、重機能すごいですね。ハンドルもほとんどやってくれています。本当だ、動いたね今ね。これは便利ですよ、ドライブは本当に楽。うん、めっちゃ楽。はい、有村展望所に着きました。買い物だ、買い物だ、買い物大好きですね。お土産屋さんだね。面白い。気を言うなと、文句を言うなって T シャツがある。面白い T シャツがあるね。気を言うなし T シャツ。俺に構うな、先に行け、ほっといてください。もう疲れました。うん、面白い。あ、それ鹿児島って書いてある、すみっこ暮らしのやつだ。あ、マグネット、ほら将棋のマグネット、桜島のやつだ。ほら鹿児島西郷さんのマグネットだ。わ、白い。本当だ、見て見て、ほらこれ火山灰が入ってるじゃん、ほら。あ、こんなのもあるんだ。もう見て、面白い。どれにする、さやちゃん。あ、さやちゃん、鹿児島すみっこ暮らし、鹿児島のすみっこ暮らしのやつにする。うん、これ何なのこの人形。今日はブラック、今日はブラック、日替わりマスク。これも可愛い、ほら可愛い。桜島、こんな感じ。ああ、可愛いね。お、ほら桜島。見てください。このゴツゴツした溶岩がすごいですよ。これ溶岩？溶岩だよ。溶岩の一角？溶岩がね、流れてきたんですよ、これ。おお、すごいゴツゴツしてすごいね。うわあ、すごい。遊歩道になってますね。よ。溶岩の遊歩道になってます。あ、すごい桜島。今日はあいにくの天気でしたが、ちょっとでも雲がなくなってきてる。うん、おー、いいですね。大きな桜島ですよ。有村溶岩展望所を後にしまして、はい、牛根大橋の方を目指します。はい、牛根大橋はすごく眺めがいいですよね。はいはい、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくね。